し、じゃあ今度こそ調合を始めるよ。プラフタ、いろいろ教えてね。はい、わかりました。よし、何を作ろうかな。どの材料を使おう。こんな感じで大丈夫？それじゃあ始めよう。何かいいこと起こりそう。よし、いい流れだよ。大丈夫？それじゃ一気に仕上げるよ。できた！同じレシピでもやり方次第で出来栄えは大きく変化するのです。錬金術の基本は創意工夫、覚えておいてください。創意工夫だね。うん、分かったよ。ところでさ、プラスター、私そろそろ別のものを作ってみたいんだけどそれも創意工夫次第ですよ。え、どういうこと？日常の生活で経験するさまざまな出来事、見たもの、聞いたもの、感じたもの、それらをもとに創意工夫することで新しい錬金術のレシピをひらめくこともあるということです。とにかくいろんなことをやってみろってこと？簡単に言ってしまえばそうなりますね。わかった。とりあえずいろいろやってみることにするよ。ええ、ぜひそうしてみてください。少なくとも得た経験は必ずあなたのためになるはずですから。
どうしました？よし、何を作ろうかな。よう。いや。頑張るんだよ。よう。毎度。いらっしゃいませソフィー、この間はありがとうございました。いえいえ、お安いご用です。また何かあったらいつでも言ってください。それでは早速お願いしてよろしいですか？え、何かあるんですか？ええ、この店は人が集まるのでいろんな頼み事が入ってくるのですよ。ソフィーにはそういう依頼の対応をお願いしたいのです。私で大丈夫でしょうか？あれだけのものが作れるのです。今のソフィーなら大丈夫でしょう。それに私の方でソフィーにできそうなものをまとめるので大丈夫です。わかりました。それならやってみます。ありがとうございます。頼み事の他にもいろんな情報がありますので、詳しく知りたいことがあったら言ってください。いらっしゃい。よく来ましたね、ソフィー。どの依頼を引き受けてくださるのですか？
ありがとうございます。では頼みましたよ。ありがとうございます。では報酬をお支払いしましょう。いらっしゃい。よく来ましたね、ソフィー。それではまた。いらっしゃい。よく来ましたね。どの噂を聞きたいのですか？その噂でよろしいですか？ありがとうございます。それではお話ししましょう。その噂でよろしいですか？ありがとうございます。それではお話ししましょう。いらっしゃい。よく来ましたね、ソフィー。それではまた。よし、どこに行くんだい？お、なんだなんだ？なんかあるぞ。オイラの日頃の行いがいいおかげだな。
行くわよ。それドーン。この経験次に生かさないとね。植物のためにオイラは強くなるのさ。採取採取って食べられそうだよね。試しに味見してみようかな。よし、どこに行くんだい？ソフィー、ちょうどいいところに。あれ、モニカ、どうしたの？ねえ、ちょっと時間ある？うん、大丈夫だけど。よかった、ならちょっと手伝ってほしいの。何を？教会の大掃除よ。連れてきました。大掃除手伝ってくれるって。あら、久しぶりね、ソフィーちゃん。来てくれてありがとう。ううん、最近来られなくてごめんね、パメラ。そんなこと気にしなくていいのよ。パメラさん、話は後にして、まずは掃除を片付けましょう。日が暮れちゃいます。そうね、じゃあ早速始めましょうか。うん、結構片付いたね。え、まだまだ残ってる気がするんだけど。今日はこのくらいでいいのよ。二人ともお疲れ様。あ、そうだパメラ、ここにあるものって捨てちゃうの？
物ばかりだからそうなるわね。じゃあ私ちょっともらっていい？錬金術に使えそうなものもありそうだから。そういうことなら好きなだけ持ってっていいわよ。全部持っていくといいわよ。それは全部はさすがに悪いかな。ちゃんとお金を払ってもらっていけばいいじゃない。そんなこと気にしなくてもいいのよ。ううん、ちゃんとお金払うよ。そうね。じゃあ教会への寄付としていただいていいかしら。寄付？ソフィーちゃんがここにあるものを持っていく代わりにいくらか寄付してもらうのよ。それならいいでしょ？なるほど。それならパメラさんにもソフィーにもお得な話かもね。うん、私もそう思う。じゃあパメラ、これからたくさん寄付するね。はーい、待ってるわ。いらっしゃいませ。教会のためにもどんどん買っていってね。どれを買ってくれるの？また来てね。なあなあ、あー、ソフィーだ。よう。元気かい？チュース。よう。やあやあ。毎度。頑張れよ。もうほん。こんにちは。よ。この木ってこの町ができた時からあるのか。すっごいお年寄りなんだね。よ。頑張るんだよ。いらっしゃい、ソフィー。よく来てくれたわね。何か探し物？うん、ちょっとエリーゼお姉ちゃんに聞きたいことがあって。何かしら？
昔おばあちゃんが何か変わった本を買っていったことがなかったか覚えてない？ソフィーのおばあさんが？私は覚えてないわね。そっか。何かあったの？うん、家に変わった本があって、どこで手に入れたのかを調べたかったの。そうだったの。ソフィーのおばあさんはもともとたくさんの本を持っていたからね。私もわからないわ。そっか。ありがとう、エリーゼお姉ちゃん。役に立てなくてごめんね。ううん、ありがとう。それにしてもどんな本だったの？喋る本だよ。喋る？そう、喋る本。ソフィー、あなた錬金術のしすぎで疲れているのよ。ちょっと休んだ方がいいわ。あ、信じてないの？だって喋る本なんておとぎ話みたいなんだもの。じゃあ今度アトリエに来てよ、紹介するから。わかったわ。約束だよ。え、それとせっかく来たんだし本を見ていったら？もしかしたら何か役に立つ本があるかもしれないわよ。うん、じゃあちょっと見ていくよ。ごめんなさい、私ったら本に夢中で。どれを買うの？どれを売ってくれるの？またいつでも来てね。あー、ソフィーだ。こんにちは。いらっしゃい。どの依頼を引き受けてくださるのですか？ありがとうございます。では、ありがとうございます。では、ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃい。よく、どの噂を聞きたいのですか？その噂でよろしいですか？ありがとうございます。その噂で、ありがとうございます。その噂でよろしいですか？ありがとうございます。いらっしゃい。それでは。次はどこに行くの？
ものあるかな。それって食べられそうだよね。試しに味見してみようかな。次はどこに行くの？材料はどれにしよう。これでいいかな。よし、始めるよ。あ、これいい感じ。これでいいかな。うん、パパッと仕上げちゃおう。できた。レベルアップ。どうしました？よう。朝から精が出るね。さて、何を買っていってくれるんだい？どれを買ってくれるんだい？どれを売ってくれるんだい？またいつでも来るんだよ。お野菜、いつ見ても美味しそうだな。こんにちは。
って植物だよね。オスカーに聞いたら何かわかるかな。何が取れるかな。慎重に調べなきゃ。何が取れるかな。これって食べられそうだよね。試しに味見してみようかな。次はどこに行くの。いらっしゃい、ソフィー。こんにちは、ホルストさん。あ、ソフィーだ。久しぶりだね。テスさん、お久しぶりです。しばらく見かけなかったけど、何してたんですか？家のこととか、いろいろかな。まあ、今日からお店に復帰したんで、よろしく。はい、よろしくお願いします。あれ、そういえばなんだかお客さんもいつもより多いような。それは私がいるからかな。やっぱりお店には花がないとね。ええ、そうですね。テスが戻ってきてくれて店がまた賑やかになりますよ。売上向上にしっかり貢献しますからね。任せておいてくださいよ、マスター。頼もしい言葉です。期待していますよ。はい。テスさんは前と変わらないね。これならきっとお客さんも喜びますね。うん、せっかく来たんだからソフィーもゆっくりしていってね。はい、そうします。いらっしゃい。どの依頼を引き受けてくださるのですか。ありがとうございます。で、持ってる分じゃ足りないな。外に取りに行かないと。聞いたことのない魔物だな。ありがとうございます。いらっしゃい。よく、どの噂を聞きたいのですか。その噂でよろしいですか。ありがとうございます。それではお話ししましょう。その噂でよろしいですか。ありがとうございます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 。いらっしゃい。よく来ました。それでは。おう。
こんにちは。元気そうだね。育ち盛りだから元気いっぱいで大変なのよ。いいなあ、私もみんなと遊んだら楽しいかな。ソフィーちゃんなら大歓迎よ。いつでも遊びに来てほしいわ。本当？やった。でも大変だね、パメラ一人であんなにたくさんの子供たちの世話するなんて。そんなことないわよ。ここは託児所なんだから当然よ。それにみんな手はかからないし、むしろ助けられてるくらいなのよ。あ、いい子なんだみんな。きっとパメラがお母さんなんだね。照れるわ。元気かい？チュース。よう。やあやあ。よし、いい流れだよ。
だよ。よし、いい流れだよ。こんな感じで大丈夫？それじゃ一気に仕上げるよ。できた！レベルアップ！いらっしゃい。どの依頼を引き受けてくださるのですか？ありがとうございます。いらっしゃい。それ…やっほね。ゆっくりしていってちょうだいね。どれを買うの？さて、どこに行こう。余裕の勝利ね。痛いよ！
セーフ。この経験次に生かさないとね。植物のためにオイラは強くなるのさ。ソフィーが言っていた不思議な本を見にね。それは私のことでしょうか。え、本が浮いて。はじめまして、プラフタと申します。あ、ご丁寧にどうも。私はエリーゼです。そうじゃない、本当に本が話してるわ。ね、言った通りでしょ。とても驚いたわ。こんなに慌てているエリーゼお姉ちゃん初めて見たよ。ねえ、プラフタと言ったわね。あなたに聞きたいことがあるんだけど。何でしょうか。プラフタって今どんな気持ちなの。ご質問の意図が分かりかねますが。ごめんなさい、言葉足らずだったわね。プラフタ、あなたは人に読まれているときにどんな気持ちになるのかしら。本の気持ちを知りたいの。感情という観点から申し上げるなら、素直に嬉しいと感じております。書物にとって情報が読み手のお役に立てるということは当然の喜びですから。そうなのね、よかった。なんだか私まで嬉しくなっちゃう。私のページが埋まっていくことにも心地よさを覚えます。新たなページはきっと新たな読み手を誘ってくれることでしょう。そうね、人に読んでもらってこその本だものね。じゃあ私がしっかり読んであげるよ。ええ、あなたには期待していますよ、ソフィー。二人は仲良しなのね。それじゃあ用も済んだし、私はそろそろ帰るわ。プラフタも本が読みたくなったら私のお店に来てね。エリーゼの店ですか。エリーゼお姉ちゃんは本屋さんなんだよ。本屋ですか。それはぜひ行きたいですね。ええ、いつでも歓迎するわ。それじゃあまたね。プラフタ、レシピを書き込むよ。はい、お願いします。どう？何か思い出したことはある？はい、確かに今思い出しました。本当？やったー！ねえねえ、どんなことを思い出したの？私の想定にはアウレギューの皮が用いられています。うんうん。え、それだけ？はい。何かもっとすごいこととか
思い出したりしてないの？すごいことですか？ああ、もう一つ。なになに？どんなこと？私は閲覧のためではなく、記入していくために存在している図鑑だということです。つまり知識を書き入れてもらうことこそが本懐なのです。よくわからないけど、クラフトにレシピを書き込むのは正しい使い方ってことだよね。そういうことです。まあ書き込んだら本当に記憶も戻ったみたいだし、この方法は合ってるってことだよね。よし、クラフトの記憶を取り戻すためにもっと錬金術の勉強頑張らないと。いらっしゃい。どの依頼を引き受けてくださるの？いつでも報告できるかな。ありがとうございます。では報酬をお支払いしましょう。持ってる分じゃ足りないな。それではまた。こんにちは。頑張るん。いらっしゃい。どれを。どの材料を使おう。
眠りなさい。どう？当たれ！行くわよ！チャンスだよ！次はどこに行くの？私は戦力にはなりませんよ。ううん、そうじゃなくて、いい素材と悪い素材の見分け方とかを教えてほしいんだ。なるほど、わかりました。そういうことであれば同行しましょう。やったー！それじゃあ早速出かけよう。そして2人で外に出るのって初めてじゃない？そういえばそうですね。なかなか新鮮な気分です。私プラフタと一緒に歩けて楽しいよ。ん？いや、飛んでるから歩いてないか。ねえねえお姉さん、一つ聞いてもいいかな？え？あ、私？うん、お姉さんに質問。そのお空を飛んでいる方は何？どうしよう。見せ物とかにされちゃっても困るし、あんまり人に知られない方がいいよね。ね、私錬金術師なんだ。この本もね、私が作ったの。本が空を飛んだら面白いかなって。ほら、なんだかへんてこで楽しいでしょ。錬金術師。へえ、お姉さんって錬金術師だったんだ。それはなんとも奇遇だね。え？奇遇ってどういうこと？実は僕たち錬金術について調べてるんだよ。そうなの？こんなに小さいのにすごいね。
調べてはいても才能がなくて何もできないんだけど。まあまあ、できないことを調べるっていうのもなかなか楽しいものだよ。というわけで錬金術師のお姉さん、名前を聞いてもいいかな？うん、私はソフィーだよ。君たちは？僕はメクレット。私はアトミナ。さっきも言ったけど、僕たち錬金術を調べてるんだ。ソフィーに錬金術について聞きに行くことがあるかもね。その時はよろしくね、ソフィー。あ、うん、いつでも聞きに来てね。じゃあそろそろ帰ろっか、アトミナ。そうね、またね、ソフィー。何なんだろうあの二人、すごく不思議な感じがしたな。まあいいよ。お待たせ、プラフター。さあ採取に行こうよ。帰ります。え？ヘンテコな空飛ぶ本はアトリエに帰ります。採取はお一人でどうぞ。それでは。ああ、さっき言ったこと気にしてるの？冗談だから。ちょっと待ってよ、プラフター。プラフターってば。いらっしゃい。どの依頼を引き受けてくださるのですか？うん、今持ってるので足りてるし、いつでも報告できそうだね。ありがとうございます。では。この依頼ならいつでも報告できるね。ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃい。どの噂を聞きたいのですか？その噂でよろしいですか？ありがとうございます。いらっしゃい。それで。いらっしゃい。どの噂を聞きたい。
その噂でありがとう。その噂でありがとう。その噂ありがとうございます。その噂ありがとう。いらっしゃい。どの依頼を引き受けてくだ。頑張れよ。こんにちは。神の祝福のあらんこと。こんにちは、パメラ。ソフィーちゃんじゃない、いらっしゃい。ちょっと待ってね、もうすぐ終わるから。あ、うん。お待たせ、ソフィーちゃん。今日はどうしたの？何か良さそうなものがないかと思って来たんだけど、忙しい？そうね、子供たちのお世話と教会のお仕事があるからね。そういえばパメラって一人でたくさんお仕事してるよね。神父様は他に大切なお仕事があるし、この教会にはそんなにたくさん人がいないから仕方ないわ。でも子供たちも手伝ってくれるし、そんなに大変じゃないのよ。ねえ、朝っていつもどのくらいに起きてるの？そうね、朝日が顔を出すくらいかしら。そんなに早く？すぐに慣れちゃうのよ。欲しいものがあるんだったわよね。すぐ準備するわ。働き者だな、パメラ。私も見習わなくちゃ。ソフィーちゃん、ちゃんと朝ごはんは食べたの？え？ああ、何か買っていくのね。どれを買ってくれるの？また来てね。よう。この木って。おはよう、ソフィー。今日はどんなご用かしら。どれをか。またいつでも来てね。おやまあ、
ーさん？ん？ああ、ソフィーじゃないか。わあ、お久しぶりです、ロジーさん。どこかに出かけていたんですか？最近全然見ませんでしたけど。ああ、ちょっと修行の旅にな。修行の旅？何の修行なんですか？何って、いろいろさ。新しい製法を学んだり、鉱物を探しに行ったり。そういうソフィーは何をしているんだ？ああ、私最近本格的に錬金術師としてやっていこうと思って、だから材料を探しにここへもよく来るんですよ。錬金術か。まあ、ソフィーも頑張っているならよかったよ。ありがとうございます。おっと、そろそろ行くかな。開店準備があるんだ。それじゃあまた。はい、さようなら、ロジーさん。開店準備？朝から精が出るね。さて、何を買っていってくれるんだい？どれを買ってくれるんだい？またいつでも来るんだよ。あら、こんにちは。いらっしゃい。どの依頼を引き受けてくださるのですか？いらっしゃい。それでは。次はどこに行くの？いつも通りにやるだけよ。当たれ！せい！よーし、早く植物観察に戻らないと。あ、雷？やだな、近くに来ないといいけど。よいしょ！よいしょ！面倒だから早く終わらせちまおう。いつも通りにやるだけよ。えい！せい！か！スキャリー！やったね！勝ったよ！
張っていこう。おえい、余裕の勝利ね。植物観察に戻らないと。よいしょ。いつも通りにやるだけよ。スキャリーセイ。よし、早く植物観察に戻らないと。たくさん取っちゃうよ。相手ね、注意して。痛いよ。こりゃ、眠りなさい。よし、どこに行くんだい？ソフィー、いるかしら？遊びに来たぜ。あ、二人とも、いいところに。実はね、二人にすごい話があるんだ。すごい話？どんな？ふっふっふ、きっと二人とも驚くよ。おいおい、なんだよ。もったいぶらないでさっさと話してくれよ。わかったよ。ね、すごい釜の話なんだけど。すごい釜ってどんな釜なの？ね、知識の大釜って言ってね、手に入れればすごい錬金術が使えるようになるんだって。へえ、すごい錬金術ね。例えばどんなことができるようになるんだ？それはわかんない。そうなので、その知識の大釜っていうのは一体どこにあるの？それもわかんない。なんだ、結局ほとんどわからないんじゃないか。誰から聞いたんだよそんな話。プラフタからだけど、プラフタ詳しいことはほとんど忘れちゃってるみたいなんだよね。それじゃあちょっと探しようがないわね。そもそも本当にあるのかもわからないし。でも夢がある話だとは思うな。ソフィーが欲しがるのもオイラにはわかるよ。うん、なんとかして見つけたいなとは思ってるんだけど。そうね、何か手伝えることがあったら言ってね。いつでも力を貸すから。オイラもさ。その代わり、もし釜が見つかったらちょっと使わせてくれよな。うん、いいよ。二人ともありがとう。じゃあ私は帰るわね。じゃあオイラも。またな、ソフィー。うん、じゃあね。
大釜さえあればおばあちゃんみたいに錬金術を使えるようになるんだもん。絶対見つけてみせるんだから。いらっしゃい。どの依頼を引き受けてくだ。いつでも報告できるかな。ありがとうございます。では。ありがとうございます。いらっしゃい。どの噂を聞きたいのですか。その噂でよろしいですか。ありがとうございます。その噂でよ、ありがとう。その噂でありがとう。その噂ありがとうございます。その噂ありがとう。いらっしゃい。それではまた。おはよう、ソフィー。よう。
いしょっと。いらっしゃ、どの依頼を引き受けた。いや、それで。よし、どこに行くんだい。痛いよ。どう。やっ。あだな。飛んでけ。せい。それ。ちょっと強そうじゃないかな。この戦いが終わったら、オイラは…オイラの負けだ。はーい。
よし、どこに行くんだい？何を作ろうかな。ソフィーか。こんなところをほっつき歩いてどうしたんだ。それはこっちのセリフだよ。ハロルさん、時計屋のお仕事はどうしたの。今日はおしまいだ。もう閉店時間が過ぎたからな。ハロルさんのお店の閉店時間ってもっと後だったよね。いや、今日から閉店時間が変わったんだ。またサボってるんでしょう。サボりなんかじゃないさ。人聞きが悪いことを言うもんじゃない。店主は俺だからな。俺が閉店と言ったら閉店なんだ。どうせ店開けてても客なんか来ないしな。もうまたそんなこと言って。ダメだよ、ちゃんとお仕事しなきゃ。せっかくお父さんからお店もらったんだからさ。余計なお世話だ、それじゃな。ばっかりなんだから。せっかくお父さんから受け継いだ時計屋なんだから、ちゃんと働けばいいのに。ソフィー。あ、マルグリットさん、こんにちは。ちょっと頼まれてくれないかい。何ですか。さっきエリーゼが買い物に来てくれたんだけどね、この本を忘れていっちまってさ。私は店があるから悪いけど届けてくれないかい。はい、いいですよ。悪いね、頼むよ。あら、ソフィーちゃんじゃない。あれ、パメラ、お買い物。そうなのよ、ちょっとお野菜を買いに。ソフィーちゃんは。私はこれから用事があるから。そうなの、まったね。こんにちは、エリーゼおね。あら、ソフィーちゃんじゃない。パメラ、どうしてここに。さっきまでマルグリットさんのところに。そうだったかしら。それじゃあ私はここでさよならするわ。まったね、二人とも。ありがとうございました。ソフィー、どうしたの。あ、これマルグリットさんがエリーゼお姉ちゃんの忘れ物だって。マルグリットさんのところにあったんだ。よかった、ありがとうソフィー。マルグリットさん、エリーゼお姉ちゃんに本を届けてきたんですけど。助かったよ。ん？どうしたんだい、浮かない顔して。向こうでもパメラに会ったんです。ここで会ったはずなのに。そうなのかい。別に急いだ様子もなく歩いて行ったけどね。そうですか。よ。そろそろ小腹が空く時間じゃないかい。うちの野菜はいつも新鮮で美味しいよ。
どれを買ってくれるんだい？またいつでも来るんだよ。こんにちは。やっほー。いらっしゃい。どの依頼を引き受けてくださるのですか？ありがとう。いらっしゃい。どの噂を聞く？どうしようかしら。こんにちは、ソフィー。こんにちは。どうしてこんなところにいるの？お休みの日くらい外に出ないと体に悪いから。お散歩なんだね。たくさん歩いたの？ううん、すぐそこで読書をしていたから全然歩いていないわ。え？エリーゼお姉ちゃんって外でも本を読むの？ええ、そうよ。でもそれだと外に出てもいつもと変わらないような。そんなことはないわ。そよ風に当たりながら本を読むといつもとは違う気分になれるもの。ほう、言われてみれば確かにそうかも。でしょ？静かな木陰で本を読むエリーゼお姉ちゃんってなんかいいよね。そうかしら。うん、絵になる感じかな。そう？ありがとう。なあなあ。おばあちゃん、私元気でやってるよ。神の祝福のあらんこと。次はどこに行くの？注意して。どう？痛いよ。
任せてよ。やっ、みんなお疲れ様。なんだか強くなった気がするよ。この経験次に生かさないとね。植物のためにオイラは強くなるのさ。なんだか曇ってきたかも。雨が降りませんように。頑張っていこう。あ行くんだい。どうしてここへ？それはこっちのセリフですよ。ロジーさんこそどうしてこんなところにいるんですか？今日からここは俺の店になるんだよ。今準備中なんだ。え？お店？ロジーさん何屋さんなんですか？何屋って鍛冶屋に決まってるだろう。え？ロジーさんって鍛冶屋さんだったんですか？いや、そんなに驚かれてもな。ずっと同じ町に住んでいただろう。そうですけど、全然知りませんでした。まあいいさ。とにかくここで鍛冶屋をやることになったから、よかったら宣伝でもしてくれよ。あ、はい、わかりました。みんなにも教えてあげますね。ああ、ぜひ頼むよ。そういえば最近外に出ることも多くなったし、私もロジーさんに武器を作ってもらおうかな。調子はどうだ？さて、商売と行こうか。どれを買っていくんだ？
それじゃあな。よう。朝から精が出るね。またいつでも来るんだよ。あれ、エリーゼお姉ちゃん。こんにちは、ソフィー。今日はカフェで本を読んでたの？ええ、そうよ。そっか。でもカフェって賑やかだけど集中できるの？ええ、大丈夫よ。静かな場所もいいけど、程よく音が入る場所で読書するのも嫌いじゃないわ。そういう場所ではかえって集中力が増したりするものなのよ。へえ、そうなんだ。それにここなら美味しい紅茶も飲めるしね。そうだね。いらっしゃい。どの依頼を？ありがとうございます。いらっしゃい。どの噂を？その噂、ありがとう。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 いらっしゃい。それでは。ソフィーか。仕事中だ。邪魔しないでくれ。あ、そうだったんだ。ごめんなさい。ん？あれ？仕事？ハロルさんって時計職人だよね。まあ、そうだな。どう見ても時計をいじってるようには見えないんだけど。だろうな。実際時計はいじっていないし。それって仕事してるって言えるの？ああ、店主の俺が仕事をしているといえば仕事をしていることになる。はあ。で、今は何をしてるの？銃を作っている。銃？知らないな。何なのそれ？知らないのも無理はないな。俺も最近まで聞いたこともなかった。銃というのは火薬を用いて弾丸を打ち出す武器のことだ。旅の商人から譲り受けてな。最近はもっぱらこいつを作って過ごしている。ふん、ハロルさんって手先が器用だから何でもできちゃうんだね。まあな、銃作りはなかなか奥が深くてな。気に入ってるんだ。へえ、そうなんだ。でもここって時計屋なんだよね。ハロルさん、時計修理のお仕事はしないのかな。やれ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 。